今回はペーパークリップでテレビが見れるのか検証してみました。ぜひご覧ください。アコゴン病院です。今回はこちら前回直したテレビなんですけれども、このテレビ地デジ見たいなって思ったんですね。だけれども私の家地デジのチューナーないんですよ。なんでかって言いますと、戸建てを買ったんですけれども、その戸建て販売してた時にテレビチューナーついてなかったんですよ。そこからテレビチューナー家にないままずっと過ごしてます。ですが今回このテレビ、これですね、 B キャスカードありますし、テレビの動作確認ってしてないんですかっていう風にコメントいただいたこともあるんですよ。テレビチューナーいろいろ調べたんですね。ヤギアンテナとか、なんか普通のデザインアンテナとか、こういったものあるんですけれども、これってなんでそんな高いのって思って、金属の柱ですよね。今回はアンテナを自作してみたいと思います。ここいる場所は、自分の屋上ですね。ルーフバルコニーになるんですけれども、ちょっとこちらの方に動作確認できる環境を全部用意しました。こんな感じですね。ケーブルも家の中から引き入れた感じです。今日はめっちゃ天気がいいです。このところにめっちゃ地デジの電波飛んでそうですよね。これをキャッチしたいと思います。とりあえず以前使ってたこちらのアンテナケーブルだけはありますので、こちら持ってきました。もちろんテレビなんですけれども見れないですよね。はい、地デジって入れてるんですけれども、チューナーないです。入力端子こっち、地デジがこっちになりますので、まずはここにケーブルを入れます。で、Bキャスカード見るのに必要ですので、これも入れておきます。今回用意したテレビは KJ32W500C。 ちょっと動画見てた方はわかるかもしれないんですけれども、見てない方用に一応型番を伝えておきます。つなげたケーブルここに持ってきました。通常であったらこの真ん中の同軸ケーブルって言われてるこの線ですね、細い線がヤギアンテナとかデザインアンテナにつながって、そこからこっちの方に電波を引き込んでテレビに入れてるっていう仕組みだと思うんですけれども、多分このヤギアンテナに相当するものを自作すれば見れるんじゃないかなって思うんですよね。なので今回用意したのが、まあこの分岐、これももともと家で使ってたものなんですけれども、この分岐のものを設置して、ここに何かしらの金属棒を入れてみたいと思います。金属棒いろいろ探したんですけれども、多分クリップがいいんじゃないかなって。クリップをこの先っちょの細い穴の中に差し込んでみます。で、これをここの穴に入れていきます。まあ、地デジって書いてあるんで真ん中だけでいいと思うんですけれども、とりあえず入れられるものは全部入れてみます。あ、え？ちょっと待って、ま、すごすぎじゃないですか、これ。ちょっとこれ嘘みたいだと思うんですけど、ちょっと見てくださいね、これ。マジか。やべえな。これでテレビが見えました。ちょっと暗いな。ちょっと外が明るすぎてバックライトをマックスにしてもこんな感じになっちゃいます。ちょっと見れないですよね。日差しがちょっと強すぎて映像が見えにくかったことと、ちょっと暑かったってことも踏まえて室内に移動しました。
ここ3階の廊下になるんですけれども、1階に行くと電波が届かないんじゃないかなってことで、あえて3階で動作確認してます。でさっきの現象を家の中でも起きるかちょっとわかんないんですけれども、入れてみます。これやばすぎだろイエーイこんなんで動くってやばすぎだろ。アンテナこれだぞ、アンテナクリップだ。ちょっとこれサービスしてアンテナ伸ばしてみます。これがアンテナってやばすぎだろ。多分これ3つ入れたらより安定するんだと思います。もともとこれ分波器って書いてありますので、多分それぞれの周波数に合わせて分岐されてると思うんですけれども、逆に言えばそれぞれの周波数が中に入っていくので網羅してるのかなっていう勝手なイメージです。そうですね、今これで受信状況を見てます。はい、僕今テレビ見れないんで何パーセントとかこっちの受信状況見れないんですけれども、こうやって上に持ってくるとひょっとしたらパーセンテージが上がってるかもしれないです。いやー、こんな感じで NHK も映ってて、あ、ちょっと電波悪いですね。若干場所によってはちょっと悪いかもしれないです。見れなくはないです。これタダだったらめっちゃラッキーじゃないですか。これタダでテレビ見れてるようなもんですよね。このクリップを直差ししてもこれでは映らないみたいです。現在受信できませんっていう風に表示されてしまいます。やっぱりこれはケーブルを挿して、このケーブル伸ばしてきたところで挿すことに意味があるみたいです。そうすれば表示されます。たったこんなんなんですけどね、たったこれだけのためにできちゃうんですね。今回の動画はファイファイン様からご支援を受けております。ありがとうございます。紹介する商品はこちらのミキサーと、あともう一つこちらのマイクになります。一つずつ確認していきます。まずはじめにこちらのミキサーの方から開けていきます。こちらはゲーミングオーディオミキサー SC3 というモデルになります。品質保証として12ヶ月の保証があります。また日本語の説明書付きです。本体はこんな感じです。価格が安く抑えられたのは筐体がプラスチックだからだと思います。ボタンの押し心地は気持ちいいですね。後ろには4つゴムがありますので、ここで設置した時に動かしても本体自体は固定されてます。入力なんですが、こちらにタイプ C、またラインアウト、ヘッドホン、ラインイン、ヘッドセットとこちらの XLR 付属されてるケーブルは2本です。イヤホンジャックのタイプのものとタイプ C と USB ポート、もしくはタイプ C、 どちらにも対応してます。これ電源供給は USB から行われるっぽいので AC ケーブルはありません。こちらに接続してパソコンとつなげばいいんだと思います。次はこちらのマイクですね。箱が少し高級感があります。重さも結構重たいですね。日本語の説明書です。外国語を日本語に訳したような説明書があるんですけれども、こちらは日本語専用になってますのですごく読みやすいですね。とマイクの設定方法も結構詳しく書かれています。マイクの土台と、結構でかい、手のひらサイズ以上くらいありますね。はい、マイク自体はこんな感じですね。こっち向きが正しいのかな。こんな感じで使用するんだと思います。裏には XLR 用の端子、あとはタイプ C ケーブル、イヤホンジャックになります。こちらのミキサーとマイクをつなげる場合には別途でケーブルを買う必要があります。こちらのマイクにも付属の USB ケーブルがあります。タイプ C と USB のケーブルですね。はい、こんな感じでセッティングしました。こちらのミキサーの方はタイプ C でパソコンと接続されています。で、
XLR、先ほど Amazon から届きましたので、こちらを AM8 のマイクと接続してます。マイクは電源を供給するためにパソコンと Type-C、USB で接続されています。パソコンのスピーカーにはこちらの Bose ですね。Bose のサウンドミニがイヤホンジャックで接続されています。通常だったらこちらに PS4 とかゲーム機とかそういったものを接続すると思うんですけれども、今回は iPad で自分の動画を流しています。はい、今こんな感じなんですけれども、こちらのレバーを上の方に上げますと、例えば LINE IN iPad ですね、 iPad の音楽を聞くことができます。はい、ミュートボタン一つですぐにオフにすることができるので、この機能は便利かと思います。はい、次にマイク機能ですが、 AM8 の音声を出すためにはこちら上の方にやって、私が喋るとここからあのスピーカーから音が出るようになりました。はい、こちら機能を紹介していきたいと思います。こちらのチェンジボイス機能を使ってみますと、男性ですね、例えば男性、これ犯罪者の声だと思うんですけれども、こういった声にできたり、次は女性、はい、声を変えることができます。これはモンスター、モンスターって書いてありますね。で、ベイビー、赤ちゃん、声が高くなりまーす。これなんかは顔出しもしたくなくって、声も変えたいっていう方にはとても便利な機能かと思います。はい、こんな感じでゲームをしながらマイクで音声を入れることができます。音量の大きさはこちらのレバーで適宜調節ができますので、簡単にやることができます。カスタムボタンは ABCD の4つあります。このボタンは長押しすることで録音する機能があります。カスタムボタンは長押しをすることで録音することが可能です。はい、こんな感じで使うことができます。はい、こちらの商品何が一番いいかって価格帯ですよね。最低限の機能で安く導入することができるっていう点では魅力的です。私あまりオーディオにこだわりがないタイプですので、今まではそんなにいいマイク使ってなかったんですけれども、今回はせっかくご提供いただきましたので、こちらを使い続けていきたいと思います。商品の詳細は概要欄のところに URL を載せておきますので、そちらの方からアクセスをお願いします。今回の動画面白いと思っていただけた方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。